皆さんこんにちは。グループ最年長選抜記録を更新し、 AKB 一桁規制で最後に卒業した柏木由紀さん、在籍期間は17年と23日、6233日で、歴代最長。シングル選抜は52回選出で歴代最多なのですが、アイドルのみならず著名人にはアンチがつきもので、柏木さんもアイドル時代から多くの誹謗中傷が寄せられていたそうですが、6月28日放送の TBSK 金曜日のスマイルたちへに出演し、後輩アイドルをドン引きさせる誹謗中傷への対処法を明かしていました。今回は柏木さんがどのようにアンチからの誹謗中傷に対処していたのか調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ハイパー塩対応。6月28日放送の金スマでは、早見優さんや森口博子さんからフルーツジッパーまで、1980年代から現役までの女性アイドルが集結し、アイドルに学ぶ逆境のうまいかわし方などを明かしていました。エゴサーチを、この世の私に対するつぶやきを一つも逃してないくらいめちゃくちゃするという柏木さんは、独自の誹謗中傷への対応手段を持っていることを明かしたのですが、その方法というのが、裏のアカウントを作って悪口を見つけたら通報するんですというものでした。同じ AKB48 の高橋みなみさんは、やばいやばいと爆笑し、勝俣邦和さんは、一番やばいタイプだねと驚き、元乃木坂46の松村さゆりさんは目を丸くするなど、スタジオからは悲鳴に近い声が上がっていました。それでも柏木さんは、通報してそのアカウント消去させますときっぱりで、 MC の中居正広さんは、それやってるのは柏木ってわかるの、バレちゃわないのと興味津々に聞いていましたが、主婦みたいなアカウントにしてるのでとカモフラージュしているそうで、今言ったらバレちゃうじゃんと聞かれても、5個持ってるんでと万全の防衛体制を強調していました。また日本テレビ系ミュージックバースに出演した際には、アイドル界の処世術について語り、私やっぱエゴサが本当に大好きで、自分の名前の投稿を1個も見逃してない自信があるぐらい、何十回も1日にやっちゃって、それが糧になるというかモチベになったりするので、すごい調べると明かし、これに対し他の出演者が、調べてたりすると悲しいこと言われたりとか傷ついちゃうこととかってないんですかと尋ねると、柏木さんは、いわゆるアンチコメントみたいなことですよね、そこで私の5アカウントが活用されるんですけどと回答し、私は裏アカを5つ持ってて、アンチコメントに対していろいろ使えるように5個持ってるんですけど、通報用とかそれこそ5アカウントぐらいを停止させたことがあると話し、笑いを誘っていました。さらに3月17日放送の日本テレビ系おしゃれクリップでは、自身の YouTube チャンネルに寄せられるアンチコメントへの対処法を明かしていました。 YouTube チャンネルのコメント欄には、ゆきりんは60になって後悔するタイプだな、あの時子供産んどけばよかったと、僕は裸が見たい、この人まだ AKB やってんのなど心ないコメントが寄せられていたそうなのですが、そんな失礼なコメントに柏木さんは、いつの時代の人間なの、同じ職場の女の人に言える、彼女の親がいる前で言えると毅然と対応。その姿に MC の井桁弘恵さんは、跳ね返す強さってどこからエネルギーが出てくるものと質問すると、柏木さんは、アイドルという職業柄、失礼なこと嫌なこと言われてもニコニコ明るく、なんでそんなこと言うんですかと続けていると、相手が、言ってもいいんだと思って
って言われることも増えたとしたら、と危機感を抱いていると話し、後輩のためにも笑顔の裏で傷ついていることを分かってほしいと、実はみんなもこう思ってるんだよっていうのを代弁したいという最年長メンバーとしての責任感を明かしました。そんな柏木さんに一般的に嫌なコメントを言われた時のスカッとする言い返し方を聞くと、最近劣化したという言葉は柏木さんもよく言われるそうで、中学から32歳まで変わらない人って逆にヤバくないと、さすがの反論。色気が足りないというコメントには、あなたのために色気出す必要性ないしと回答。スタジオがうなずく中、井桁さんも出すべきところで出すからと強気のコメントで、すごくいいと柏木さんも大興奮、共感の拍手に包まれていました。アイドルは何かと褒められたりけなされたりが激しい世界、ファンの熱量が高い分熱烈に支持するもいれば嫌う人ももちろんいます。ネガティブなコメントで心を病まないよう、あえて自分の名前をネットで検索しないアイドルも多い中、柏木さんは誹謗中傷をネタにできる鋼のメンタルがあるようです。ハイパー塩対応。柏木さんはかねてより YouTube チャンネルでコメントパトロールという企画を行っており、2020年8月28日に公開されたものでは、水着姿を披露している動画のコメント欄だけあって、本当に可愛すぎる、女の私から見ても本当ゆきりん理想、体絞れてますねなど称賛の声が多い一方で、悪口や下世話なものも少なくなく、そういったよろしくないコメントに対して波のアイドルであれば返しに困るところですが、当時 AKB48 加入14年目の柏木さんはさすがの神対応を見せ、可愛いの勘違いがすごいという意見に対しては、眉をハの字にして、可愛いなんて自分で言ってないんだけどとしっかりとリアクションを取り、悪口見ると笑っちゃう、話が通じない人ばっかりなんだもんと呆れており、この人まだ AKB にいるのというコメントに対して、そうだよと返信し、バストが小さくなったのではという声に対しては、いつ見たんだよと突っ込み、さらに鼻がでかいババアの水着なんて誰も興味ねえよ、じゃあなんで見たんだよハゲ黙れというといったコメント欄で繰り広げられる視聴者同士の言い争いを、低レベルすぎる、時間の無駄だからと笑いに変える余裕を見せていました。最後には、動画見ていただけるだけ、コメントをしていただけるだけでも大変ありがたいのですが、できれば他の人が嫌な思いをしてほしくないので、褒めろとは言わないので、変なことは書かないでいただけると嬉しいですとファンにお願いした柏木さん、不快なコメントを笑いに変えつつきっちり注意喚起もするその姿に対して、本動画のコメント欄はゆきりんの度量の広さを感じる、メンタル参考になる、ゆきりんはコミュニケーション講座か、自己啓発本を出した方がいいなど絶賛の嵐でした。別の動画では、3つマングローブですか、腹減ったなど直接関係のないコメントに、違います食べろよなどテンポよく返していった柏木さん、発言に加えて表情がアイドルではなかった、アイドル極めてる人というイメージはなくなったなという辛辣な意見には、すみません申し訳ないと神妙そうな表情を見せ、過剰リアクション、ブサイク、カバーというコメントを読み上げた柏木さんは、うっせえ黙れと口汚く反撃ですが、この後うっせえ黙れとか好きすぎるファンになったと別のユーザーから投稿された言葉に、私この前にも言ってる、
口癖じゃんと自覚したようで、気をつけなきゃと自らを戒めていました。他にも同じアイドル出身の橋本環奈ちゃんと比べると普通な感じがスタイルが良いのかしらというコメントに、橋本環奈ちゃんと比べるなよと笑いつつも声を上げ、そりゃ違うに決まってるじゃんと憤慨、本当に年取ったねというコメントには、うるせえな、15歳からやってんだから年取ってなかったら不死身だよ、やばすぎだってと、これまた憤慨するも冷静になると、やばい愚痴が止まらんと反省。歌番組に出たってセンターと両サイド以外アップにならないと、常に目立たないポジションで歌っているという意見には、カメラにギリギリまで近づき、なってます、3回ぐらいはなってますと反論していました。ただ最後に、今回はエンタメとして消化できなかったと、面白い悪口があまりなかったと言及。こんなこと言うと本当に来るよとスタッフから注意されると、これ言って悪口言ってくる人は全然と、いくらでも受け入れると話していました。ハイパー塩対応。柏木さんはどんなに人気のある有名人でもいろいろ言われることがあると考えていたそうで、自分なんてもっと言われたり書かれたりすることはあるだろうと覚悟していたそうです。 AKB モーニング娘。のオーディションを受けるなど、アイドルになる気持ちが強かった柏木さんだからこそ、ファンのアイドルの味方というものを熟知していたのかもしれません。誹謗中傷はなくなるのがもちろん一番ですが、根絶することは難しいと思います。しかし少しでも柏木さんの対処法がアイドルたちの救いになればいいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。